スーリンは中華民国の政治家、ジャーナリスト、銀行家、弁護士。日中戦争期間において国民政府の財政政策を担当した人物の一人である。字は玉林。不名は禅。筆名は達志公。祖籍は関東省長州府大保険。1905年、生徒で高等余科学校に入学する。翌年、北京薬学館に合格。 さらに1907年には、京市法制学堂に入学した。中華民国成立後の1912年からは、民権法、民主法、民国法などの各紙で社論を執筆しながら、学業を継続している。京市法制学堂が、国立北京法制専門学校に開祖された後の1913年に卒業した。卒業後のスーリンは、 弁護士として、北京立志公会に加入し、また、ジャーナリストとして、実録法の総編集も務めた。1914年、四川省の平山方や内合県で、県知事となる。1919年からは、関東に赴いて、孫文の広法運動に参加した。翌年5月、公衆軍政府司法部第三支市,市長に任ぜられ、以後、 関東省で政府部門の各職を歴任している。1928年1月、スーリンは国民政府財政部秘書長に任ぜられ、7月に全国財政会議秘書長、12月に財政部士を務務所長となる。1930年1月、財政部常務次長となり、1932年7月、動部政無次長に任ぜられた。日中戦争勃発後、 スーリンは国防最高会議員、国家総動員設計委員会、財政金融組主任に任命され、戦時財政政策の責任者の一人となった。以後、国防最高委員会設計委員会委員、関東省政府財政庁庁長,長、第四戦区経済委員会主任委員などを歴任している。1942年1月、財政部貿易委員会主任委員となり、 翌年4月、財政部設計工学委員会委員も兼任した。1944年2月、中国銀行党ごととなり、10月、中国新出口貿易協会理事長となっている。なお数、ス輪リンは国民政府内では、旗粉とともに、総支分の側近と目されていた。戦後の1947年11月、 関東省政府秘書庁と関東省銀行当事長に就任する。翌月には関東物資調節委員会常務委員となった。国境内戦末期の1949年に香港へ去る。後に高政総会常務理事や世界客属懇親大会、ヒカルソナイ委員会名誉理事など発火団体の幹部を務めた。1984年11月22日。 香港で死去、去年97、ありがとうございます。